JR 徳島駅前です。先ほどから雨足が強くなってきて、車が通り過ぎるたびに高い水しぶきが上がっている状況です。 JR では雨の影響で徳島線と麦線の一部区間で運転を見合わせています。びっくりしました。これからちょっと早めに空港に寄って。徳島市内では1時間の最大雨量が 39.5 ミリと激しい雨を観測しました。また三好市は1時間の最大雨量が 73.5 ミリ、中町では73ミリといずれも6月の観測史上 最大の雨量を記録しています。県内のほぼ全域で土砂災害警戒情報が発表されていて、避難指示が美馬市や三好市など複数の場所に出ているため、重大な厳重な警戒が必要です。徳島では夜の初め頃まで非常に激しい雨が降るところがある見込みです。以上、徳島からお伝えしました。